ムッコロー、ということで今日もマインクラフトをね、やっていきましょうね。はい、ということで前回は、うん、あのほらスタッフさんに連れられて村にやってきたんですけどもね。そうだそうだ、大変なことになりましたね。もう悪い人もやってきてもう本当困っちゃいましたよ ね。まあでもね、せっかく村も来ましたし、うん、これからもいろんな冒険をしていきましょうというところで、はい、スタッフさん今日はどうするんですか。はい、そうだね、前回村行った時にさ、やっぱ夜になっちゃうとさ、うん、まあスタッフも含めてだけど2人してやられちゃったりとかしたじゃん。そう、結構強かった。あの初めてエンダーマンにも会ったと思うね、あの黒い、あ、そう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 、あの黒い人、ああいうこの足が長くて真っ黒で怖い人がいるっていうのはなんとなく知ってたんですけど、洞窟で一瞬見たかもしれない、ね、なんかね、そう、いたかもしれない。大変でした ね、 そうだね。そう、なので防具含めて剣もなんだけど、鉄の武器防具を作りたいなと思ってる感じなんだよね。で今日は、まあ、みんなマイクラ界でやってるんだけど、ブランチマイニングっていう方法で、鉄を探していこうかなと思ってます。ブランチマイニング、あの、うん、朝ごはんとお昼ごはんの間のブランチ違うよ、ブランチブランチでしょ、ブランチ、ね、ブランチよね、チ、そうそう、ちょっとね遅く起きた朝にはあのね優雅なブランチを取るというのがね、大好き、ね、いいですよね、うん、あれね、ごめんなさい語源が全くわからないんだけども、はい、まあ、ブランチマイニングっていうとやっぱみんなやってる、うん、あ、じゃあ王様とは関係ないブランチなんですか。そう、あ、ごめんなさい、はい、はい、準備しました。こんなに、あー、すごい、すごい、今入ったの、え、これ使っちゃっていいんですか。これ石のつるはし使って今日は、あ、うわー、やったー、使い放題だね、もう、うわー、こんなに本当だよ。じゃあちょっと遠慮なくあの装備させていただきます、うん、あ、これだけあればまあね、かっ、はー、なんでムックがさ、あのムックが始めるとさ夜なんだろう。え、ほら、ね、これスタッフさんがわざとそうしてるんじゃなくて、そんなことないよ、なんでだろうね、絶対夜、まあ、ちょっと怖い人がいます、ま、寝ようか、寝ようか、寝ましょう寝ましょう寝ましょう、あ、ここにあるよベッド、あー、あー、さあ、さあ、なりました、はい、ムック、そのベッドは置いといてもらって上に一回来て、上の予備のベッドを持って行こうか、早速、はいはいはい、ドドドドンとーっと、じゃあ、じゃあ、わー、あー、いいお天気になりました ね、 ね、うん、予備のベッド、あ、3つも、あれ、こんなとこじゃない、あの前の村のやつからね、あの置いてたやつ2つ持ってきたから、ね、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ一個ずつ取って、うん、ブランチマイニングする場所に行こうかなと思います。はいはい、ブランチブランチ、はすんごい近いところにあるから、え、そんなに、そう、でもこっちはあの前の洞窟とは反対の方ですね。そう、でも見て、ここ、あー、あー、ほんと、あー、わー、すごい、あー、すごい、あれ、え、これ降りられんの、ムック、ここはあの一番最初に私が溺れたところとはまた別ですな、うん、あ、違う、あ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 、ちょっと待って、危ない危ない、ちょっと待って、鶴の、あ、何抜いたの、いやほら、急にこれ自動で降りるでしょこれ、うん、じゃポンっていけば、ジャンプとかしてポンっていけばね、いやいや、分かってるんですよ、私ももうね、こうもうマインクラフトずっとやってますから、そうだよ、原理は分かってます、うん、お家のはしごと一緒でしょ、うん、そう、でもいまだにあのお家のはしごにもびっくりしちゃうの、急にキューっていくから、じゃあ行きますよ、落ち着けて、はい、ほっ、おお、いいよ、はい、ついたよ、あ、ついた、あ、いいね、あ、よかったよかったよかった、そしたらここあとは2段とかだから、そのまま降りてってもらって、はい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 、はい、あれ、あ、おお、落ちた落ちた、おお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 、ちょっと待って、ちょっと、スタッフさん、早いの、はいはいはい、はっ、はっ、はっ、これも鶴が、びっくりした、あ、今狭いところに2人でいるの、そうみたい、そう、ちょっと待ってね、行きやすいように、ここも、ああ、ありがとうございます、ここは、こっち、待って、ここ、危ない危ない危ない、
今そこシュッて言ったらピューだー。ちょっとこのツルも降りたいな。ああすごい早く行っちゃった。ちょっと待って。違うの、あのね、降りてるのと落ちてるのの区別がつかないの。大丈夫だよ、ムック。信じて。そう？うん。じゃあ、信じて。信じて。そう。はい、信じていきます。行け。だったー。ほら、行けてる。いや、トンネルみたいだね。これ、何が起こるんだ。やっぱり落ちてるじゃないですか。これ水がなくなるとこまで行きたいかな。そうです、水は登れるんでした。水は登る。あ、いい感じ。落ちた。穏やかになってきたね。ああ、今いいの見つけた。これやっぱり落ちたじゃない。違うんだよ、ちゃんとツタのところにムクがつたまってなかったからだよ。そんなこと言ったってツタが急にのぞついてなくね。長押ししながらこうやって渡って。ああ、なるほど。はい、ほっ、あ、行けてるよ、ムック。行けてますぞ。あ、いい感じですな。あ、いいね。夏の川下り。いいね。ヒュヒュヒュー。いいじゃん。ちょっと待って、スタッフさんのところにはどうやって行けばいいんですか。そこね、そのまま、ね、このまま行けます、うん、行けますぞ。はい、ということで、ここがブランチマイニング所にしようかなと思ってる場所です。すごい、はい、松明を置いといたんで、ここを拠点にしていこうかな。ありがとうございます。いいね、これは。じゃあムック、忘れちゃいけないのは何でしょう。仮のお家を作る。そう、まあ仮のお家っていうほどは作らなくていいんだけど、うん、ベッドをもう置いて、あ、そう、ね、寝ましょうか。はい、はい、これが石炭。あ、そうね、この暗いこれね。そうこれとかを取っていこうかな。そう、これがあるとね、物を燃やせて便利なんですよ ね。いっぱいあるね。ね。取り放題。取った？そう。OK。じゃあ最後ムックさ、今取った石炭でこの今作業台置いたから、これ使っ、もうすごい。これを使って松明作っとこうかな。わあ。もう至れり尽くせりじゃないですか、ね、スタッフさん、ありがとうございます。ありがとうございます。 OK、 できました。で、手持ちの方に入れといてもらえると、準備完了かな。できました。はい、ではブランチマイニングどうやってやるか、多分いろんな人がいろんなやり方でやってると思うんだけど、うん、基本的にはちょっと見てもらっていい、うん、ここに向かってこの洞窟を先に進んでいくってイメージなの。作業的には結構地味なんだけど、ずっとこうやって2マスずつ開けて進んでいくっていうのが、はあはあ、ブランチマイニングとしてはやり方かなって思います。はあはあ、なるほどね。トンネル工事といった感じですな。で、ムックまっすぐ進んでみて、で真っ暗くなっていくじゃん。確かに。そうなったら松明を床に置いたりとかすると作業が進められるよっていう、あ、スタッフさんが今置いてくれたんです、ね、そう。あ、これ真っ暗なまんまやってたらダメなの。ダメなのと、あと最近のアップデートで確かもう、湧いてきちゃうんだよね、敵も。そうだよね、うん、この狭い一マス上でも。あ、外から来るんじゃなくてこの中から突然現れるんですか。そう、あ、恐ろしいや。完全にムックはブランチマイニングできてる今。え、もうこれ私ブランチマイニングのプロになれましたかな。もうプロだね。ただこれはね、なんかガチャガチャと同じような感覚があって、進んでいくうちにさ、これなんで進んでいくかっていうと、ムック松明じゃない。ちょっと、あ、そうね、そう、なんで進んでいくかっていうと、必要なものを探したいの、効率よく必要なものを探すために進んでるの、うん、だからこの丸石だけじゃなくて、うん、石だけじゃなくて鉄を見つけたりすると、あ、見つかったっていう風に、あ、そう、いろんなものがこう出てくるけど、あ、取ってみな。あれ、これお水じゃないのね。
ね。これはね、違う、これは。これは。なんでしょうか。ちょっと見てみる、名前。ラピスラズリ。わあ。こういうなんか宝石か何かがありますよね。これはね、後々ね、武器とかにエンチャントって言ってなんか効果をつけるときに、その使ったりするんだけど、あとはね、染料として使えるから色とかつけたりするときに、いいじゃん。例えば羊さんの色、毛の色変えたいなって時はこのラピスラズリを青の染料にして羊の毛をやれば青の羊毛が取れたりってことは青色のベッドが作れるなって。あらおしゃれ、ね、涼しげでいいですな、ね、なんかね豆知識じゃないけどなんか昔聞いたことあるんだけど、昔使われてた絵画とかで青色の色を使う時このラピスラズリっていう鉱石を本当に実際使って色をつけてたらしい。へえ、うん、勉強になりますね。で今回目指すのは鉄ね。鉄を探したいっていう、はいはい、はい、で鉄ってじゃあどういうものなのって時に、ここに偶然鉄があったの。これ、え、そんな偶然。そうあるのよ。あ、攻撃した。あ、え、攻撃したな。え、私何もしてませんよ。これ矢が、矢が誰かいるんじゃないですか、悪い人は。あ、まあまあ大丈夫大丈夫だい。え、いや、矢がいっぱいありますよ。だいや、降ってるね。いや、あ、ちょっと大丈夫。どなたですか。誰。ああ、トロイヤが、ヤが飛んできてますよ。ちょっと、あった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 。ここ来れば大丈夫だね、多分。真上にいたから、これの。ああ、あ、危ない。降ってくるね。つけて。危ない。なんとまあ、かか。で、さっき言った鉄なんだけど。え、そ、こんなヤが降ってる時にそんな鉄のお話なんかしてて大丈夫大丈夫大丈夫。今、あいつを倒す術がないから、今隠れるしかない。あ、まあそうね、はい。そう、あ、これですか、鉄。そう、これが鉄なんで、これ一回掘ってみて。これを。あ、おお、ね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 、クリッパーが、クリッパーが見える。クリッパーの頭が見えた。どこにベッドの近く。ベッドの近くっていうか、ヤがすごい。ちょっと待って、爆発する方じゃないですか。ちょっと、あらら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 、倒しちゃうよ、骨。え、骨。あー、なんだろう。あー、さすがすごいね。ムク、鉄取れた。さっきそういえば取れましたよ。取った。おー、ナイスナイス。それをね、探したいっていう感じ。これね、鉄の原石。そう。あー、すごいね、うん、はい、取れました。そうしたら、この鉄って原石だからまだ鉄として加工とはできないの、ね、あー、はい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 。で、加工するときは、焼かなきゃいけなくて、そうですね、鉄は熱いうちに打てと言いますからね。そうそうそう、うん、で、前使った、かまど、そう、焼くんだけど、今燃料がないから、また石炭が取れたらこの中に入れると、鉄が使えるようなインゴットっていうものになります。ちょっと待って、インゴットのお話は大事なんですけれども、気がついたら私いつの間にかもう体力がない。ちょっと待って、今体力がないなと思ってたの、ね、はい、あ、ここにベッドがあって、なんとまあありがたいことです。本当だね。危ない、さっき取ったラピスラズリもなくなっちゃうところでした。全部取ったかな。ムックが落としたかなと思うやつ入れとくね、この中。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと大事なものはここにしまっておきましょう。ということで、今まで企画的なことやったことないけど、今日はじゃあ10分間でどっちが多く鉄を取れるか勝負しようか。ほほー、ブランチマイニングのプロになった私に挑むということで。さあ、そういうことだね、うん、さっきスタッフさんプロだって、もうプロだって、もう掘れればプロよ、掘れたのに。はい、じゃあ行きましょう。行きますぞ、はい、もしかしたらダイヤとかもあるかもね。ああ、すごいのが出てくるかもしれませんな。ダイヤは今持ってる石のツルハシは掘っても砕けちゃうから、見つけたら2人とも報告っていう感じで、まあ、私にその区別がつくのかどうかと言われると、そこはちょっと大丈夫だよ。ダイヤの色してるからさダイヤの色って言われても分かりませんよ。すごいじゃん、僕ダイヤの色だ。そんなすぐ分かるの。分かる分かる。分かりました分かりました。じゃあやりますぞ。はい、じゃあ、よーい、スタート。スタート。よし、頑張って。はいはい、たたたた。でもこれあれだからね、松明なくなったら自分で作りに行かなきゃいけないからね、戻って。そういうのはほら、スタートする前にスタッフさんいつも何かの、まあ、でもほら25本あるから、まあまあそうね、そうそう、大丈夫大丈夫ね。
まあ、ただそろそろ暗いから、ね、大丈夫だ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 。ちなみにこっち見つかってもリアクションしないからね。なえー、どああタイマー壊しちゃった。玉入れみたいに発表する後で。なるほど。ああどんとこいですよ。どんとこだよね。私だってあの内緒にしますから見つけても。僕もじゃ反応しないで静かにしてる。そうだね、うん。ちなみにこのブランチマイニングなんだけど、ああ今向くまっすぐ進んでるじゃん、うん、で今僕が右のそのもう一個隣です。だから 2マス横で掘ってるのね、うんうん、だからムック今ムックの目の前に戻ってきて、ああ、なんでいらっしゃるんですか。この2マス開けてるから隣でやってるってことで、ムックは例えばここの石とここの石が見れるじゃん、このまま2マス掘っていけば、うんうん、ああああそうそう、分かった、これが一番効率のいいブランチマイニングらしいです。ああそうね、まあ私も分かって、まあ、これはあのスタッフさんが気づくかなと思ったんですけど、あさすがですね。じゃあこれ一人でやるときもそうやった方がいいんだね。なんか見てくれてるお友達もなんかやってみたいなと思ったら、そうやると効率がいいやり方かなって思って、うんうんうん、大丈夫、見てくれている皆さんは私よりもずっとマインクラフトのこと多分詳しいと思います。それはちょっと言える。おお、スタッフさん、あら、やばい、バレる、広いところ撮ってるのバレる、やばい、バレる。え、あ、見つけたんじゃないの、ほら、これ何したあるんですか。バイバイ。あー、あー、やられた。ちょっとここは私のルートでしょ。広がってた、さっきと言ってることが違いますか。じゃあ広がってた時はもうそれ掘るけど、ね、戻すよ、こうやって、はいはい、戻さなくていいですね。横にあったんだね。そう、横に伸びてるんだ。あ、もうだからどん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 行かないといけない。あ、な、あ、あら、あ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 、なんかなんか光ってたんだよ。え、何、スタッフさんも知らなかったの。いや、いや、ムックの今見たけど、え、ムックすごい。あ、起きた、起きた、あ、地面が、地面がありませんでした。何？何がすごいの？雲のスポーンブロックを見つけたよ。何それ？知りませんよ。早く戻ってきて。ちょっと、はい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 、いやいやいや戻ろ、はい、すごいすごい。私何もなくなっちゃったから、ちょっとここから補充していかないと。はあ、あんなにあったものがもうなくなっちゃった。いや、鉄よりレアで、もはや。そうなの？こんなものを見つけるのってすごい。そうだね。あ、ちょ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 、危ない危ない危ない、また落ちるところでした。危ない危ない危ない、ここ、あー、あー、あー、ちょっと待って、ちょっと待って、これどうしたらいいの。あー、ちょっと待って、これ上に上がって、全然安全じゃない、全然安全、全然安全じゃない、さっさ、全然安全じゃない、ね、ちょっと、あー、ちょっと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 待って、ちょっと、全然安全じゃない、やってるよ、あー、あー、あー、ちょっと待って、あー、あー、とか、もう全部なくなっちゃったんですけど。早く早く戻ろう。でも、もうね、ムックなんでまた落ちちゃったの？バーって進んじゃったのか。じゃあ、あの止まったんですけど。落ちちゃったんだ。気がついたら落ちちゃいました。もうまっすぐ来ても落ちないように必要あるから。あ、道作ってくれたんだ。ああ、ありがとうございます。ああ、でムック、簡易的だけど階段作っといたから、ムックの荷物ここにバーってあるよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと息を整えます。でも時間は流れてるから今もずっと採取してるよ。あ、そっか。ね、ちょっと待って、ちょっと待って、それどころじゃない。すごいすごい。でもさ、でもちょっと待って、私何か、あと、あ、もうあと3分ぐらい、あと3分ぐらい、ちょっと、あと3分。でも私なんかすごいの見つけたんでしょ。ね、そのすごいの見つけたでしょうで。あ、ムック今どこいる？上行った？上に。あ、そう、じゃあさ、ムックさ、すごいの見つけた。ここ、あ、これ、これ。すごいの見つけたじゃん。うんうん。ちょっとさ、宝箱見てみる？あ、これ？こう。あ、なんかすごい。いっぱい入ってますよ、これ。すごい。これはムックのだ、全部。え？なんですかこれ？全部ゲットしちゃえ。なんか全然見たことない。金のリンゴですって。すごい。エンチャントの本とか。すごいじゃん。雲のスポーナーだから。骨。え、全部ゲットだよ。全部。これ鉄で、鉄。全部いいんですか？鉄いいよ。これムックのポイントでいいよ、じゃあ。金リンゴ。え、こんなんでいいんですか？そう、全然。インゴットっていうのがさっきの原石燃やしたやつ。ほらー、じゃあ、あの、いただいちゃいますね。いただきましょう。ありがとうございます。うわー、
わあ、これはムックが見つけたわ、さすがに。これはすごい。ああ、いいですか。ああ、ありがとうございます。あとムックの荷物も入れてくね。ああ、ありがとうございます。オッケー。うん。ちなみにだけど、このあるじゃん、四角いあの怖いの。うんうん。これの中よく見てみて。うん？なんかぐるぐる回ってるやつ。回ってる。回ってる。え、雲なの？雲が回ってるの。なんか雲がそうじゃない？これ。どういうことですか？一定のランダムな場所で、こういう洞窟とかこういうところにこのスポーンブロックっていうのが生成されるんだけど、うん、この今松明で今出ないのしたけど、これ全部外したらブワッと出る。え、この雲さんはここから生まれたんですか？そう、ブワッと出る。はらー。壊すこともできるんだけど、いつか経験値トラップとしてできるんだけど、今やばい、あと1分だ。あと1分、あと1分。むくむく、どこ行く、どこ行く。ちょっと待って、ちょっと待って、どこ行きましょう。さっきのブロック。ああ。あそこ取っていこう。取っちゃいます？取んないと、だってもうあと1分ないんじゃない？ほら。そう、ちょっと待って、ちょっと待って。あった。あった、あった、あった、あった。ほら、いっぱいあるよ、むく。ね。下も。わー、ちょっと。これで。どうにか。入れないもんですかね。わあ、すごいね。なんかいっぱいありますね。ほら、奥も奥も全部取ろう、全部取ろう。ちょっと待って。まあまあまあ。まあまあまあ、ガチャピンさん、慌てなさんな。慌てなさんな。あと10秒。あ、終わった。終わり。あ、はいはい、終わりました。すごい、ここ。ここいっぱいありますね。まだまだいっぱいあります。石炭いっぱい取れた？まあ、じゃあ取ってていいよ、戻るまでにしようか。いいんですか？うん。石炭はね、やっぱあればあるほど嬉しいから。いっぱいありますよ、ここ。いや、スポーンブロック見つけるのはちょっとブランチマイニング関係なくずるいな。そうなの？まあ、ね、まあ私はあのプロでございますからな。そう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 。それじゃあ全部取り終わったら戻ろっか。はい、はいはいはい。いや、まさかスポーンブロック見つけると思わなかった。そんなにすごいんですか？すごい。やっぱ経験値トラップって言って、このサバイバルには経験値が大事だから、うん、その雲をいっぱいわざと出して、で、経験値いっぱい稼ぐっていう方法があるんだけど。あ、僕頑張った。はい。はい。はい、やった。つるはしです。ああ、よかった。今上見たら昼だから、オッケー。じゃあ結果発表しましょうか。行きましょう。はい。はい。じゃあ珍しいなと思うやつからね。あ、もう入れていっていいんですか？いいよ。じゃあ1個目入れます。ドン。ラピスラズリ14個。あ、じゃあちょっと待って、私もじゃあラピスラズリ。はい、9個、あ、じゃあ勝ち、9個だからラピスラズリは勝ち。あ、じゃあ鉄いく、鉄鉄いこうか。いいんですもん、インゴットとイワラがございますから。ボン、5個見つけました。おお、ほほう、それはすごいんですかな。鉄のインゴットにすると5個分、うんうん、よし。あら、あら、ちょっと、あら、プロなのに おかしいですよ。大丈夫だよ。じゃあ次、大丈夫だ。次いきます。次は、次なんか珍しいのがあれば。いや、私は金だね。金のインゴットが2個ございます。銅の原石がこんなにゲットしました。あら、あら、ちょっと、あら、今の時間で、今の時間だけで、すごいね。まだ何かあれば。まだあるか。私は、はいはい、金のリンゴがございます。金のリンゴはないな、さすがに。まあ、これは美味しそうでしょ。美味しそう、ね、どんな味がするのか。じゃあ、僕あれいっちゃうな。これそれそれいっちゃう。あの、すごいのかどうか分かりませんが、私はあの、このキラキラ光っているエンチャントの本とやらを手に入れました。すごいすごいすごい。しかもこの書いてあるのが、上見てもらうと、これ効果が密度貫通ノックバックっていうんだけど、この最近アップデートされた新しい武器のメイスっていうハンマーみたいな武器が出たんだけど、攻撃力を上げるっていう、メイスの攻撃力を上げるっていう、この効果がついた本。うん、エンチャントっていうのはなんか道具にさ、うん、効果をつけれるっていう話を多分昔したかなと思うんだけど、そうでしたっけ。そう。まあまあ、はい、そんな気も。だからいい本だよ、これは。いい本。あ、この本があると、あれ、本が消えた。ちょっと盗んじゃった。盗んじゃった。間違えて入れちゃった、ごめんね。はい、あとは石炭です。石炭が20個取れました。あ、石炭なら私ね、プロでございますから。こんなに。あら、はい、23個もございますぞ、うん、もうレアなものはないな。はい、じゃ あ、 まあ今回は、まあ、ムックの勝ちかな、レア度で言えば。いや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 、スタッフさんだっていっぱいいっぱい持ってるじゃないですか。これはすごい、ね、
敗。これはやっぱ私はまだまだでしたね。ちょっとプロを名乗るのは早かったようで。そうだね、ブランチマイニングはムックが今度暇な時間にでもやってもらえてもいいと思うし、うん、まあやっといて鉄を見つけるっていうのはできるから、やっぱ時間かかるから、うん、ブランチマイニング。ああそうね、うん、だからこれをやれば鉄が見つかるよと思うので、はい、じゃあ今後は鉄で防具とか武器作ってより強いムックになってやっていこう、うん、わー楽しみですな、これでね、武器や防具が強ければもうやられることはないでしょうからね、うん、ということで私の冒険はます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 激しさを増していきそうですね、うん、ということでね、次はスタッフさん、この次の目標はどうしますか。次はどうしようかな。今度はまたアップデートが前あったんだけど、その時に狼の種類が増えたのね。その狼を仲間にして。仲間にできるんですか。そう、仲間にする。さっきみたいなムックが敵の話の時に助けてくれる。それは心強い。狼探しをしようかなと思います。しましょうしましょう。はい、ということで、はい、わ次も楽しみですね、うん、ということで皆さんまた見てくださいね。ありがとうございました。バイバイ。